トス市の道路は佐賀県鳥栖市から福岡県筑紫野市に至る一般道路である。愛称、笠崎ロード。福岡県道、佐賀県道17号久留米木山筑紫野線の一部で福岡県筑紫野市と佐賀県鳥栖市を結んでいる国道3号のやや西側を並行し、堂々のバイパスの役割を果たしている。武蔵交差点で接続する福岡県道31号。 福岡筑紫の線と合わせ、福岡市と久留米市を結ぶルートを構成する。全線法定速度、歩行者も通行可能である。かつての都市筑紫の道路、本線料金所、無料化に伴い閉鎖され、料金所設備は撤去された。道路交通センサス一般交通量調査結果から、無料化直前の料金は、軽自動車、自動二輪車100円、普通車150円、 大型車210円、特大車520円であった。ただし、料金所は道路中間部、県境付近の木山町小倉に設置されており、そこを通過しなければ、無料で通行することが可能であった。無料化後の2007年10月11月に、佐賀県が調査した結果では、料金所後の通行量は1日平均39,090台で、 無料化前の同時点の1日平均19,609台のほぼ2倍に達した。料金所から離れた都市指町、牧町での通行量は無料化前に比べ大きな変動はなく、それまで木戸インターチェンジ春田インターチェンジ間で周辺の一般道路へ迂回していた車が無料化に伴い、迂回せずに通行するようになったことによるものと見られている。ありがとうございます。